あれを打てるやつです。で、ここであれが多分これがあるからこれ入れてる。そうそうね。なるほどね。これ抜けなかった。抜けなかった。あ、でも真ん中って10年ぐらい。そうそう。ってことはこいつのプラスがないやつですね。で、パスするたら完全ないじゃん。皆さん、カモーン！マックス村井舘とパズドラ全力バトルバイアップバンクシャープ8 2月最終決戦でございます。シェイ！そして本日、大学で春休みが始まったところもちらほらあるということで、いつもより多めのお客様にご覧いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ。ありがとうございます。アップバンクストア新宿からお届けいたします。春休み？え？春休み？春休みじゃないの？春休みだよね。春休みですよね。はい、では自己紹介いきたいと思います。まだ優勝を目指しています、チーム主人公マックス村井でございます。はい、同じくチーム主人公リオナリです。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介順番にいきます。チーム登竜門。はい、俺マイク持たなくていいだろ。マイクフォローしてくれた状態で音量が調整されてるんだよ。マイクフォローしてくれって言われたレスラーだと思った。僕の親友である俺くんにね、今日来てもらったんで、絶対勝ちたいと思います。ゲームの中だけの話だよね。親友ってね、リアル親友だよね。プライベートで会ったことないでしょ。圧をかけんな、圧を。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、ちょっと最後なんで華麗に決めてやろうと思います。おーい。どうぞどうぞ。あ、全員集合だ。登竜門メンバーのスムです。今日は、お二人のことを応援したいと思います。よろしくお願いします。翼です。今回は、参加はしないんですけど、パーティー構成とかは一緒にできたらなと思います。何？お願いします。何？何？何？え？ちょっと待って、タイムタイム。それ決めときましょう。なんか後々言われると、ほら、ね、4人でやったからずるいみたいな言われたら。じゃあ、後ろのメンバーの応援だけで、パーティー構成に関しては口出ししないっていうことで、はい、よろしいですか？うわ、言い方向かつく。ご飯が進むくんということで、オッケーです。なんかその雑な切り方は何ですか？雑。ではチーム原から。はい。はい、原民です。なんとか再開を免れるべく沖縄でしっかりガチャの練習をしてきました。今日はガチャ家電で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ないよ、ないよ。慣れてんな。え、ないですかガチャ家電？ない。ないの？多分ない。嘘。そんなに頼ってるか再開。いや、やめろやめろ。いや、もうコメントなんだ。はい、あ、どうぞごめんなさい。すみません。ということで今日最後ということでね、華麗にチキンやりたいと思います。いや、なんだなんだ、ちっちゃダメだよ。お願いします。ちっちゃダメ、ちっちゃダメ。いやー、花見さんが話してる時にコメント欄でもですね、はい、ニコニコのコメント欄でもですね、はいはい、今日が見納めかみたいな。ほらほら、しっかり見とけ。見納めなんじゃね。見納めだぞ、しっかり見とけ。はい、頑張ってください。チーム雑草でした。はい、雑草です。はい、チームランカーズ。僕？あ、どうも皆さんこんばんは、僕です。プラス総数がやっと10万ちょっと超えてですね、ちょっと次はね、また違う目標を持って、プレイしていこうかなって思ってたらですね、今日のなんと1回戦が両方ね、プラス600以下というね、完全に自分のこの流れを断ち切るかのような。はい、でもね、楽しんでいきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今日もバッチリ揃えてきました。それマイクマイクみたいになってる、ごめんなさい。よろしくお願いします。ガイモンスターって言われてますよ。ガイモンスター。今日のトーナメント発表します。こちら、いつも通りですね、7時半からツイキャスで、縛りを決めさせていただきました。
まずこちら ABCD ブロックからのスタートとなるのですけれども、木と穂村の鉄青龍プラス600以下そして別ブロック木と湖の古代龍プラス600以下勝ち上がった方シャレダン8マルチこちらチーム内、ドロップモンスター3体でそのまま勝ち上がりますと本日最終決戦リーシア降臨超絶の場合は縛りなし絶の場合は縛りあり、全属性が必須というのが本日の縛りでございます敗者ブロックいきます敗者ブロック、敗者、竹見中田降臨に、銀玉以下で生まれたモンスターを3体入れていただきますでその後勝った時チャルダン7プラス600ソースプラス600以下で戦っていただきますでこちらソロとソロとなっているんですけれども同じチームの場合はこちら同じ人が戦うことはできませんというのが本日の対決でございますで今日の順番いきますねドンこちらです今オープニングです木と穂村の鉄青龍火と湖の古代龍お便りコーナーそしてチャレダン8武見中田降臨チャレダン7そしてリンシア降臨エンディングとなっているのですけれどもここで先週までの得点表を見ましょうか得点表お願いしますどうぞはい、ただいまチーム主人公25点チーム登竜門37点チーム雑草18点チームランカーズ28点おうおうあれ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 おーなるほどなんか桁っていうかわざとらしいわざとらしいなあ、雑草のスコア2倍してもやめてください2倍プラス1じゃないかまだ最後何があるかそう、わかんないですよここで最終週ということもございました来た、来た何来た来た最終週ということもございまして、特別な本日だけの、措置が、はい、あ、来ました取られておりますのでそちらの発表をさせていただきます、はい、皆さん大変重要なことでございます心して聞いてくださ い、お願いします本日の措置措置一つ目番組の最後にアンケートで決めたいと思いますこちらの賞が今日から導入ドン措置フェアプレー賞フェアプレー賞だってなんだそれしてたの絶対してたのなんということでございましょう。じゃあ言葉遣い、言葉遣い。こちら、この番組あまりにも、ギスギスしている。なるほど。非常に煽りが乱暴である。真ん中がね、真ん中ら辺が、真ん中ら辺がね。などなど、非常に多くのお便りをいただいておりまして、はい、この番組とは関係のない、この後のチャンネル放送にすら、クレームのメールをちらほら見かけます。真ん中ら辺、よくないですね。はい、本日最後アンケートで決めます。はい、フェアプレー賞のチームには5点シャワー得意、俺あんまファウルしないんだよ。でもそれさ、雑草チーム5点取っても何も変わんないじゃん、順番それいやいや、変わります、こっからありますから今のね、今のはちょっとコスさんちょっとマイナスになりましたけどいやいや、フェアも何もただの事実を見たまでやってますね私はフェアじゃないからってマイナスはないからね確かにはい、まだございますえそういきますよこちら、ドンベストプレー賞今日のってこと本日最も輝いたプレーをした、うん、もうワンシーンで構いません MVP でございますサッカーでいうと90分の試合の中で華麗に5秒しかサッカーボールに触れていないのにシュートを決めるような、はいはい、そのようなプレーをしたチームに与えられるのがこのベストプレー賞こちら5点でございます先週のガルシとリオナレさんみたいな相手高いですね先日、そうですね、まさにおっしゃる通り、はい、先週で言うと、はい、おそらく、ガルはこれに当たるんじゃないかなと、ね、先週が、今週は採点されませんまたやれる、はい、こんなわけで、まだありますお、来たこれ10点でしょもう28点だほら、ランカーズにならないちなみにこの2個は皆様のアンケートで決めますので番組の最後、エンディングで皆様何卒アンケートにご協力をよろしくお願いいたします、はいそしてこちらドンガチャ対決やったー練習してきたよアマテラスから出せますけど沖縄で練習したよ2連続でね2連続で出せるよこちらございませんうわ、ついてきたわ、まあ、フェアプレー賞を狙ってのことですかそれ
今回ですね、ちょうどアンケートゴッドフェスが来ていたりとか、いろいろあるんですけれども、非常に、難しいと、中条 D といろいろ相談したんですけれども、特に、レア6とかを、レア7とかを引いたら勝ちみたいな話にならざるを得ないと思うんですけれども、とりあえず卵の色では勝負つかないよなとか、いろいろなことを考慮した結果、ございません。ブリーチでもダメですか？なんとかなりませんか？そこはなんとかなりません。やばい、これ以上ちょっとフェアプレーションなくなっちゃった。続きまして5点取り、5点。実は最後です。あ、来た、来た。え、何があるあるんじゃない？で、またガチャ対決返すの。本日あ得点2倍やったー。 え、何そのスキルレベルアップ4倍みたいな。2倍2月だから。いやいや、あのさ、どういうことですか？2月だから。2月だから。質問です。どうぞミックス君。この2倍はフェアプレー賞とかにも適用されますか？いや、この2倍は順位に適用されるだけで、フェアプレー賞と、ベストプレー賞には適用はされません。なるほど。本日得点2倍。何が起こるかわからないのがこのマックス村井たちのパズル全力バトル。竜としてですからね。まあ確かにね、確かになんですか。さあ、だんだん意味が分かってきましたか皆さん。本日いろんなチームが優勝を狙えたり狙えなかったり。そうですね、狙えなかったり。まあ狙えないチームもいる。ないですよ。ああ、すいません。ません。まあそれで言うと、まあ僕らほぼほぼ1位が確定してるんですけど、うん、まあ皆さんとね、楽しいパズルをやって、うまい、うまくね、うわ、ツヤプレー、ツヤプレーで熱い試合見せれたら、すげーわ、分かりやすいぞ、分かりやすいぞ、目が、目がアプリじゃないか、目がアプリ。理論上まだ雑草チームにもチャンスがある。そうです、そうですよ、ありますよ。嘘でしょ、嘘でしょ。18、20、38、そうですね。え、あんの、マジで。僕ら、1位を取ってフェアプレー賞もベストプレー賞も両方取れば、48点。え、48点だ。え、雑草チームか、もっといけるか。あ、でもそうです。え、すげえ、やった、全部にチャンスが決まった。じゃあ誰が選ぶんですか。ニコ生のアンケートです。ガイモン君、話ちゃんと聞きなさい。あ、今の、今のね、やばいっすよ、今の。あ、やばいやばいやばい。あ、機嫌悪くない？ありがとうございます。ガイモン君、今ね、新カラッシュを一生懸命回してるんですよ。それはいいですか、それは。はい、本日優勝したチーム、商品ございます。ですね、めっちゃおる。チーム登竜門が優勝した場合、はい、皆様に3000円ずつの iTunes カードが、皆さん4人、あー、チーム登竜門以外のチームが優勝した場合、うん、1人頭6000円になります。おお、でかい。でかい。やった、悪いな、ちょっとやりましたね。やったぜ。ガチャ引けるかは。まあ僕らはね、お金とかそういうので戦ってないですから。いや、ほらほら、もう言いなくなる、噛んじゃったじゃないですか。いいセリフと。あからさまなやつはどうなんですか、ちょっと。あれ、プレイじゃないよね。プレイじゃないから、プレイじゃないから。そして、先輩だから。内容はお見せしませんが、最下位チーム、罰ゲームあります。内容はお見せしませんが、サイコロで決めるのかな。なんかちょっと見えてない。屈辱の二択罰ゲーム。うわ、選んでいただくと。こっち見ながら言うのやめてもらっていいですか。ノニはやだよ。いや、ノニは身体的なダメージじゃないですか。はい、今回は心に来る方。うわやだ。二択でしょ。美味しいと思うよ。美味しいだろうな。こっち見ながら言うのやめてもらっていいですか。罰ゲーム美味しいだろうな。まあ、お母さんに告白とかだな。電話して電話して、お母さん好きだよ。はい、そんなわけで皆さん本日も張り切ってまいりましょう。イエーイ、参りましょう。いや、ちょっと真剣にやんないとね。真剣にやんないと。だってさ、今罰ゲームって俺らに来てんだよ。そうです。早速こちら、はい、ABCD ブロックを決めるための、振りをしていきたいと思うのですけれども、先週1位がランカーズでしたっけ。あ、あれ、ね、先週は。はい、じゃあランカーズ、はい、最初に決めてください。はい、C です。 C ということは古代流かな。あ、古代流いいな。古代流、はい、ランカーズ古代流です。2位が登竜門かな、どうぞ。 D こい、 D。 そうか、俺ら甘いんですか。 D、D、D、 D、お、決まった。おお、この段階で決まりました。どっちですか、リオナリさん。勝負だ、勝負だ。お、綺麗なプレーをしようぜ。綺
綺麗なプレーをしようぜ。同じこと言っただけ。同じこと言っただけじゃないかって言われた。フェアなこと言おうとして。そうだ。ってな。よっしゃ。これ可能性。そんなわけで本日まず第一試合チーム主人公 VS 草。第2試合ランカーズ VS 登竜門ともにプラス600以下縛りとなりました。皆さんシンキングタイムです。今から5分間ふわー、多分変な話で多分マシンキャラですね。いやそれにしてもこのフェアプレーフェアプレー賞というものを導入した瞬間にこの番組の雰囲気がここまで変わるとは思いませんでした。そうですね、空気が一新しましたね。空気がもうなんかね、あまりにも空気が変わりすぎてバリ雑言がなくなりましたね。はい、消えましたね。消えましたね。なんか先週までのあの淀んでいた空気が嘘のよう、なんかあのピリピリしてたね。あ、スキルいけないと思うんだよ。信じられません。本当ですよ。信じられない。信じられない。ちなみにですね、私とリオナリ、もうすでに主人公チーム主人公、この第一試合チーム主人公もうパーティー決めてます。はい、我々もほぼほぼ、お、これで行こう、これで行こう、ガルシ君、ガルシのこれで行こうが出ました。ガルシ君間違えた。ではもう何も待たずにケーブルを準備いただいて勝負行きましょうか。いただきます。アルタロガメ、この落ち込みがちょっと今の感じで行くの4本ぐらいしてるって本当だよ、もうねえじゃん。僕がチェンジです。よっしゃ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これチーパー。はい、こちらの方音楽消します。昨夜だろうなって言われてる。さっき村井さんね、聞きましたけどね。誰も勝てましたね。勝てた。まさかカイトじゃないよね、わらわら。僕は結構この番組見ていて思うんですけど、カイトってどうしてもパズルに時間かかりませんか。かかります。え、じゃあ何で使う。え、誰がカイトを使うと言ったんですか。使うんですか。誰が使うと言ったんですか。使えカイトを使うんですか。カイトかもね。カイトを使うんですか。カイトかもね。言いなさい。カイトに対して言いなさい。ペアじゃないだろ、言いなさい。じゃあ君たちは何なんだ。いや、いいよ、僕たちは、いや、言うんじゃない、いいよ、そこでペア出さなくていいから。はい、じゃあ画面準備できたようです。画面いきましょう、どうぞ。おお、使ってきやがった。え、マジ。各チームごとチームの説明をお願いします。じゃあチーム雑草どうぞ。はい、いや、我々がやった中で一番早かったので信じてるんだよ。そう、パンドラを信じてるんで我々はね。雑草できます。かわいいし。そうだ、わかりました。じゃあチーム主人公、はい、先日引いたのでどうしても使いたくてこれに決めました。イエス。遊びに来たか。何が来ようとルキアで行こうって話してます。いや知らない。相手が木でも関係ないと決めてました。いや、もう余裕だな、自信は。余裕じゃねえ。余裕じゃない。緊張してんだ。緊張してる。では本日の1回戦始めたいと思います。まず侵入してから。侵入してからカウントダウン、カイトの皆様ご一緒に3、2、1でスタートでドロップを動かし始めます。皆様ぜひとも一緒に3、2、1お願いします。じゃあ、はい、ハラミさん、じゃないや、ガルか、ガルいきますよ。せーの、挑戦。会場の皆様ご一緒にお願いします。あれ、まだ侵入。頑張れあれ通信中です、ちょっと待ってください。頑張れ、マックス・ブルー。なんか、どうしたんだ。俺は中で喋ってて、みんな。村井さん、めっちゃ人気ありますね、今日。なんかあるんだ、今日。いや、大丈夫です。はい、じゃあ行きますよ。コスケ、みんなと一緒に3、2、1やってくれ。じゃあ行くぞー。位置について。え3、2、1、スタート。
すまん、時間使いすぎた、すまん。個人的にですね、主人公チームはベストプレー賞を早速狙ってきてるのかなというようなパーティー構成ですね。そんな生ぬるいものではないよ。で、ダストチームはうちのリオネルはこのために数点まで仕入れていいプレーを。やばい、やばい、やばい、ちょっと待ってくれよ。バイリスが。リオナリやっぱね、慣れないことやるから。ほらね。あ、おっきいじゃねえし。さあ、確実に腹がるチームが。ただのスペックパッカー入れればいいのか。ウルドとコパールのパーティーではシェアと2つよ。スペックバンドだろ。いや、これ大丈夫かな。大丈夫、これ次ちょっと間違える。大丈夫かな。頑張れ。2バトルぐらい下がりますんだ。シェアと使って盤面が水だらけになって。いけない、リオナリ。さあ、バイリッチ、リオナリ、ごめん。バイリッチが2ウェイの、2ウェイだけ。お前ちょっと水が多かった。水が多かった。シェアと違ったらすごくなるでしょう。あ、いやー、ナイスナイスパズル。センキュー、センキュー。なんか、コスケが積極的にフェアプレー賞を狙いに来てる。いや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 、こういうなんかナイスコンボをする。いや、僕もですね、ナイスコンボをする勝負ではありません。追いつくのか。勝ちを狙った上でのナイスプレー賞だったんですか。さあ、やばい、やばい、やばい。なんでだよ。やばい、なんでここも出ないんだ。やばい、ここも出ない。ちょっと落ち着いてこい、落ち着いてこい。白半蔵の2色か。さあ、見るか。なぜだ。な、あーって声が。あーって言われてますよ、あーって。やばい。何があったんだ。ちょっと待って。おー、おかしい。あー、これなんかちげえな。なんかリオナリさんに遊ばれた気がするな。なんか勝った気しねえ。なんかな。リオナリ、もう終わったよ。画面がなくなっちゃったよ。リオナリ、終わったよ。リオナリさん。もう、戦う理由ないんだ。主人公だ。主人公だぜ。なんでだ。なんでリオナリ、いや、いや、申し訳ない。大丈夫。違うんだ。違うんだ。ずっと、本番前やってたんだよ。まだ終わってないぞ。リオナリ。今7コンボ出ました。いや、違う、リオナリ、7コンボ食うゲームちゃうねん。これだったらもう普通にヒマルでよかったんだよ。ヒマルでよかったね。でもね、はい、そんなわけで結果いきます。1回戦屈辱のチーム草進出、2回戦進出。イエーイ。誰8個反対ブロックに行きたいと思います。チームランカーズ VS チーム登竜門、一湖の古代竜、はい、どうぞ準備ください。おはようございます。負けるってのは男を強くするよ。しゃ、あ、そうだ、俺あれしないといけない、すみません。そうだですね、ごめんなさい、ガイモンさん。くそー。よし、これ行こう。マジでかと。ごめんなさい。最初4-1とかするよ。ちょっと怖いから。あ、でもあの残りだったら4。さっき3だったもん。はい、お願いします。いや、リオナリ、リオナリ。ここ、多分チーム草が来るぞ。なんで？多分ここで負けると思う。さあ、ゲームの映像の準備はできたようなんですが、はい、早いですね。画面いただきましょう。画面ください。なんだ。では各チーム、こんな内容ですよっていうのをプレゼンください。はい、じゃあ僕からです。なんかマシンヘラがいいかなと思ったんですけど、毎週毎週マシンヘラだとねあれかなと思いまして、ちょっと今回はクラウドでやりたいなと思います。はい、それだけです。なるほど、頑張ってください。
ではそれに対しましてチーム登竜門どうぞ、はい、パーティーについて、キーパーですね、まれに出てくるキーパーが出てくるとちょっと無理、ちょっと待ってください、ダンジョンが違う、ダンジョンが違う、あ、ミクス、あのキーパー出ないよ、え、出ないんだ、古代、いや、いや違う、古代竜が人湖だよ、え、人湖、なるほど、あ、ごめんなさい、こちら人湖です、一回ちょっと画面下ろしてください、そしたらですね、完全にね、パーティーミスりましたね、これで間違えちゃったね、これね、まあでもどうにかなるじゃないですか、やってみましょう、ダンジョン構成似てるかもしれませんし、さっき僕が言ったのは全部記憶から消してください。え、キーパー出ないの？キーパー出ます。出るよ、ね、出るよ、ね。何がいいかな。はい。はい、では画面改めていただきましょう。画面ください。はい。まあでも多分どうにかなるでしょう。おー、計算違いがあったようですけれどもどうにかなると。プラス総数600以下です。チェックします。審判。あそこにね画面があるんですよ。返しの村井さんが見てるところに。両チーム完璧。いやー、まずキーパー出るな。それでは制限時間いっぱいでございます。準備はよろしいですか？はい、では進入いただいて会場のみんなと3人1でスタートしたいと思います。まず進入ください。はい、進入します。おお、そういう感じ。会場の皆様ご一緒に3秒前から、せーの、3、2、1、スタート。さあ、チーム主人公、高見の見物、ね、高見じゃないですよ。いや、俺今日本当何も言えねえな、ダメだな。大丈夫だよ、元気出して言われた。早速大丈夫ですよ、ガイマさん、ご無理しないと。大丈夫、元気出して。はい、ここ早速ね、ガイモンさん、チームランザーズがやっちゃいました。やっちゃった。この差をマシンヒラに対して取り戻すことができるのか。いや、厳しいっすね。厳しい。なんだなんだ、チームランザーズ戦い方が違うぞ。なんか別の何かを狙っているのか。さあ、そしてズン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 先行していくチーム登竜門。今まるまる1バトル差。で、そしてエグムさん。いやもうこの番組で嫌というほどマシンヒーローの強さを見せつけられてきましたからね、我々は、うん、おっと、早くもボスバトル突入。早っ、早い、落ち込んだ。チーム登竜門早い、次落ち込んが来てる後ランカーズに、この落ち込んはフィニッシュ。いらないやつですね。そしてパスして、オルさんがラストパスで、エーハかけて遅延して、おお、決まった、チーム登竜門落ち込んでない、チーム登竜門勝利。あれ打っちゃったか、打って、はい、ではコメントいただきましょう。まずは勝ったチーム登竜門どうぞコメント。はい、毎回あのね、普通に淡々とこなすだけなのでベストプレイはちょっと狙えないかもしれないですけど、優勝目指して頑張りたいと思います。フェアだ、コメントがフェア。チームランカーズどうぞ。やっぱマシンヘラ早いですね、うん、って感じでした。お疲れ様でした。はい、ではこちらの結果ご覧ください。私的には結構予想外な状況となっております。それで俺に対して言ってるんですか？それ俺に対して言ってない、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 いや、言ってない、俺の傷がちょっとガン塩をすり込んでいく。村井さんの 2way が俺の傷口に、封印は 100% でしょ。はい、すいません、こちらアプリお願いします。この後の戦いですけれども、チャラダン8に挑むのはチーム登竜門 VS チーム雑草、波乱はあるのでしょうか。そして敗者ブロック、チームランカーズ VS チーム主人公、こちらソロ、
誰が出てくるのか、そして、勝ち上がったチームとこちらのブロックのチームじゃないや、チャレダン8で負けたチームがソロでチャレダン7に挑むことになります。で、同じ人は戦えません。よろしいですね。誰がどこを挑むのかっていうのを考えておいてください。はい。そんなわけでここで、次のパーティー選定など諸々の時間を使いまして、お便りコーナー行きたいと思います。アップバンクスター新宿のスタッフお願いします。はい、お便りコーナー、お便りコーナーいきます。先にイラストいっちゃいます。はい、自己紹介、自己紹介、ナイスサイダー店長としげしげです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、1枚目、浅井誠一さんからいただきました。ドンドンドン、あ、かわいい。沖縄いいとこ一度は行きたい。ランカーズ以外のニコ生出演者の皆様、弾丸スケジュールお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ランカーズ以外ね、何も決めていない生放送では沖縄には美味しそうなものがたくさんでしたね。以前からサーターアンダギーとソーキそばを食べてみたかったのですが、ニコ生でさらに食べてみたいものが増えてしまいました。ちなみに皆さん、このモンスターの名前は覚えていますか？覚えてません。覚えていますか？チラッとしか見てくる。犬よ、犬よ、犬よ。お前の、お前の、あのさ、あれなんだよね、トサワンドラとか、そっち系だっけ？なんて？サターアンダギー？よなり、もう喋んない方がいい。多分傷口に触る。沖縄の有名らしいさは本州の獅子、狛犬とルーツが似通っていて共通点も多いらしいですよということです。はい、あ、ありがとうございます。はい、あの、すいません、今週のテーマが何なのかを発表しないままイラストを紹介してしまいました。沖縄×パズドラ。はい、そうですね、はい、沖縄×パズドラ。はい、2枚目いきます。はい、沖縄×イザナミドンドン、かわいい、うまい。なおさんからいただきました。いいね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。中二のなおです。イザナミと琉球舞踊を組み合わせてみました。可愛いイザナミに衣装が似合っていると思います。今度は違う女の子を描きたいです。ガイモンさん頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。です。なんでガイモンさんだけ？可愛い。ありがとうございます。ちょっと。よし。確かに。なんでガイモンさんだけ？続いて、はい、お便り投稿コーナー。はい、テーマはブリーチコラボモンスターをどのように使っていますかということで、気になる、はい、応募いただきました。まず一つ目、ナオペンさん、皆さんこんばんは。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 今回のテーマはブリーチコラボモンスターをどのように使ってますかとのことですが、今回2回ガチャを引いたのですが、いちごいちご、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 どっちって話ですね。いちごじゃない、どっちでもいいっす。いちご、いちごじゃない、いちごと、いちご、ひつがや東城が出ました。おお、いちごはすぐ育てて、あと少しでスキルマンになりそうです。闇カーリーを持っていない僕からするととても嬉しかったのです。東城はそのうち使うかなって感じで生まれたての状態で置いてあります。そして腹がれの、はい、腹がれの2人、はいはい、今週こそ1位になってね、はい、寒い日がまだ続いてますが、皆さん頑張ってください。ありがとうございます。お待ちください。はい、では2つ目、カネゴンさんからいただきました。マックス村井さん、出演者の皆さん、こんばんは。こんばんは。私はブリーチコラボガチャを3回回して全て銀でした。残念ながら金を引くことができなかったけれど、火属性を愛している私はサドヤストラが出てとても嬉しかったです。スキル仕様で2列作ってくれるので、何かしらの場面で使えるかもしれませんので育てました。ちゃど、うんうん、お、今日はスタジオで現地観覧しています。どこだ、え、どこだ、どこだ、あ、冷圧があった。こんばんは。冷圧を感じた。冷圧を感じた。冷圧、前からずっと行きたかったとのことで、皆さん頑張ってくださいとのことです。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、3つ目、ね、ポンチオさんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ブリーチコラボのモンスターで僕が使っているのはイチゴです。ラードラパーティーのイチゴ、イチゴ、イチゴって書いてあるね。もう指定されてるから。そうだね。
ラードラパーティーのサブとして究極前のイチゴを入れています。全部矢印書いてある。全部矢印ちゃんと書いてある。あ、本当だ。イチゴ、イチゴ、イチゴ、イチゴ。はい、もともとブリーチが大好きだったので、今回のブリーチコラボどうしてもイチゴが欲しくて、かなりの回数ガチャを引いたのですが、40回ほど引いた時に一度心が折れそうになったのですが、折れるね、ラストリンゴカードだと思って自分の霊圧を上げた時に自分の霊圧が今までにない感覚になったのでいけると思って引いたら、あのイチゴが見事引けました。今思うとあの感覚が何ですか。これは挽回だったのだと思います。挽回。演者の皆さんの霊圧は登竜門チームが圧倒的で、ランカーズの最近霊圧の調子が上がってきてますし、主人公チームも主人公らしい霊圧になってきてますね。結構高くないそれ。待ってくれ、結構無理やりじゃねえか。雑草には霊圧がないようですね、わら。あるわあるわ。タラミンの霊圧が消えたとのことです。はい、ありがとうございます。以上3つ読ませていただきました。ポンチョーさん、ナオペンさん、カネゴンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上、お便り投稿コーナーでした。やばい、いろいろやばい、間に合ってね、間に合ってね。よし、これでいこう。その先にあるのは歓喜の渦か、それとも絶望へのいざなみ、よくわからない。いきます、敗者復活戦ブロック。 あれ、そっちからですか。 あれ違ったっけ。いや違う。大変本当に申し訳なかったと思っています。失礼いたしました。チャルダン8でございます。ケーブルの準備をしてください。はい、チーム雑草、そしてチーム登竜門。あ、よかった、私準備間に合った、よかった。今回の縛りはですね、ドロップモンスターを3体入れるという縛りになっております。パーティーが組み終わった段階で私、ジャッジ村井がチェックしに行きますので、お声掛けください。どうですか皆さん、霊圧は高まってますか。待ちます。私は霊圧高まってますよ。むしろ霊圧しかありません。それもうちょっと大丈夫ですか。霊圧だけです。準備はどうですか。まだです。まだですね。しばしお待ちを。待ってください。私は今手元で画面見えてるんですけれども、はい、なんで今合成してるんですか。登竜門さんの話ですか。あ、今登竜門チームですか、合成してる方は。ね、はい、その通りです。うわ、マジで。でもそこ受けるの俺じゃない。登竜門さんがなんかすごい、なんか作戦会議をめっちゃ隣と大きい声でしてますね。これ聞くなっていう方が無理だと思うんですか。ねえ、ハルさん、はい、これつけたいいよ、これつけた、行こう、これ、うん、でも、確定してないけど、これ、前の人は。やったいいよ、なったあ、今合成するんだね、ガルシモね。こっからね、すみません。どうですか。うちのガルシモ今から合成します。あの今たまたまちょっと申し訳ございません。できればお便りタイムにやってくださいね。はい、すみません。待ちましょう。あと1分以内に準備です。よし、じゃあこれはいいぞ。ほら、さあこれに救われるよ。チャレ八でしょ。これに救われる。チャレ八だよね。チャレ八です。縛りが結構きついですね。きついですか。きついですか。え、多分きつい縛り、うん、きついんじゃないかな。これさ、でもこのきつそう、この画面にさ、うん、聞くなよ、俺にさ。いや、でもきつそうって言うから俺に聞くなよ。俺もさ、俺が一番きついんだよ。いや、分かってます。ありがとうございます。俺の身代わりになってくれてありがとうございます。涙がこぼれそうになるの、はい、上を向きながら耐えてるんだよ。俺向いてるんですか。あ、ちょっと待って、下向いてるじゃん。ちょっと待って、いや、次に備えてる。もう次に備えて。あ、すいません、縛りは何でしたっけ。縛りはですね、ドロップモンスターを3体入れることでございます。なるほど。
そういや、チャレザンの8はなかなかですよね。そこそこどうですか、村井さんクリアしました8。まだやってませんちっちゃい声でまだやってませんってこんなんもだって8って縛りがあっていくようなとこじゃないでしょう。そうですね、ね、8ですからね。本当ですよね。6とか5ならまだ分かりますけど、やけどしそうですよね。本当ですよ、8ですよ。あ、いいね、ガルシュ。OK です、我々も。さあ、準備のほどいかがですか、2チーム。はい、パーフェクト。はい。BGM だけできる。え、BGM だけになってるはずです。あ、BGM なしになってます。消しましたよ。負けたら最新でしょ。うん。石使いたくない。うん。よろしそうですね、はい、画面いただきましょう。画面ください。さあ、ドロップモンスター3体入ってるかチェックいきます。えげつないな。まずチーム雑草、はい、バルキリー、バーチェ、エキドナ、はい、ありがとうございます。そしてガル、ゼヘラ、バーチェじゃなくてゼヘラ、バルキリー、エキドナ、はい、クリア。やったー、ここペアプレイ、ペアプレイだ。チーム登竜門、何か、バルキリー。お？あ、ゼウスです。そうか、チェンジない。一回切ります。入った。あ、わかりました。俺さ、絶対さ、あれでイメージライズ。すいません、リーダーのマシンゼウス自体がドロップモンスターということで、はい、ミックス、そして俺さん、クリア。すいません、僕のマシンゼウスがね、進化前っていう、集大を。いや、もう全然集大でもないとこないですよ。ミックスは右側に何目のことだな。左から、右から、右から、あ、右から2番目。なんすか、それ。そっちじゃないです。聖流です。そっちじゃなくて、右から2番目です。あ、はい。さっきやりました。あ、やりましょう。そうですね。はい。あの、ボケは、この後で、この後で。はい、2チームとも、この戦いで勝った方が、はい、本日の2月の最終週の決勝戦に進み、進みますよ。そして得点が倍ということで、1位は20点となるんですけれども、そちらに近づきます。ありがとうございます。登竜門が万が一勝てば、もう限りなく優勝を手にすると言っても過言ではないのではないでしょうか。阻止します。ぜひとも阻止めがけて頑張ってください、はい、心の準備はよろしいですか。大丈夫です。各チームごと一言ずつパーティーについてコメントお願いします。まずは登竜門から。そうですね、ちょっとまだこれ今組んだばっかりなので、あとちょっとね、編成ミスって偏ってるんで、変換がちょっとそれだけ心配です。了解です。ちなみに2体目があれですよね、あ、僕2人とも鉄星竜ですね。鉄星竜ちょっと見てもいいですか。多分なかなか見ないモンスターだと思うんで。おお、アストロチャージライト、しかもスキルマ。もうもちろん僕らそういうの準備してますから。すごいっすね。はい、 OK です。はい、チーム雑草さん、コメントお願いします。我々は盾を信じています。わかりました、はい、では制限時間いっぱいでございます。まずは侵入していただいて、さっき中条 G からありましたけど、ミックスがオプションからゲーム BGM をオフにしてもらう。はい、じゃあ侵入をどうぞ。バーチの方が良かったな。まだスタートしないでください。ごめんなさい、僕から始まってないんで、僕の BGM。 なるほど、じゃあ分かりました。僕の音なし。そっちの音はもうなしでいきましょう。はい、じゃあ片方のパズルがカラ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 という音消えますので、皆さんもあらかじめご了承ください。では会場の皆さんご一緒に3秒前からいきましょう。せーの、3、2、1、スタート。頑張れ頑張れ。ハラミさん、うまい。さあ、今のところ同じ。ただここからがね、だん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 難しくなりますよね。これは痛い。これは相当痛い。そしてスルッとこう通り門チームが突破。そうだね、痛い方が分かる。私も分かる。さあ、追いつくことができる。おっ
さん、コンボ数が足りない。そう、トワルのチーム早い。マシンゼウス、マシンゼウスにかかれば。あと1回誰どうした。そう、本当に早いよこれ。ごめん、このイルムさんが何の問題もないっちゃ。なぜかラムちゃんに。そして通りもチーム、ここも盤石。あー開いてない。あー大丈夫か。これは痛い。死ぬな、彼氏。まだお互い油断できないですからね。ゼロコンボです。いやでも通りもチーム非常に盤石な。スルー入ったよ。どうだよー。赤いく追いつけるか。どうか。うわ、ボスバトル来た。早い。早い。さあ、通りもんチームラストパズルか。うわ、うまい。うわ、うめえ。うまい。ナイスパズル。クリアー。どうだった今。そんなわけで勝者通りもんチーム、おめでとうございます。早いな、まあ、しょうがない。コメントを一言ずついただきたいと思います。通りもんチーム、そうですね、あのハラミさんたちよくコンボができててとても素晴らしいパズルだったと思います。ぜひあのもう一度優勝で戦えることを心から望んでおります。決勝戦ね。はい、じゃあチーム雑草、あとでフルボックにして。やめてください、やめてください。フェアプレーション一気に上がってます。やめてください。すいません、すいませんでした。結構小声でボソっていうところがまたリアル。ありがとうございました。はい、じゃあそんなわけでただいまの結果こうなりました。2月、最終週優勝決定戦に進んだのは登竜門チーム。登竜門チームには無敗でここまで上がったということでアドバンテージが30秒。いや、すごいな。与えられます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてこちらの敗者ブロックいきたいと思います。まずチームランカーズ VS チーム主人公、その後チャレダン7、こちらはチーム雑草 VS こちらの勝者ということで。お、なるほど。じゃあもう言っちゃいましょうか。チーム主人公挑むの誰だ。私です。両方上で待ってますよ。ガイモンさんです。チーム主人公、私が挑みます。さあ、チームランカーズ挑むのは誰だ。私でございます。ガイモン。ガイモン、え、マジ初戦、大丈夫マジ。これ何気に村井 VS ガイモンってちょっと熱いですよ。いや、熱いですよ。熱い熱い。はい、ケーブルください、ケーブル。はい、これは奥です。初めてじゃね。初めてかもしれないです。ちなみにあのチームランカーズさん、いや、ガイモンさん、はい、別にプレッシャー与えるわけじゃないんですけど、ここで負けると終戦でございます。大丈夫です。プレッシャー。これあれですよね。この番組に限らず長い歴史の中で直対は初めてじゃないですか。かもしれないですね。もう間違いなく初めてです。まあまあ戦わないですもんね。そうだね。うん、まあでも本当落ち込む次第かもしれないですね。まさか落ち込ん対決？縛りはですね、銀玉以下で生まれたモンスターを3体パーティーに入れてくださいということでございます。準備 OK ですか ？OK ですね。画面いただきましょう。画面ください。なるほど。なるほど。ジャッジしましょう。まずガイモン。ドロップモンスターが左から順番にガイモン。ガイモン、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 三つ子みたいな。ガイモン、ガイモン、ガイモンで三つ子なの。三つ子の後に三つ子じゃない。クリア。私ですが、銀玉生まれでクラピカ、ジークフリート、バータ。
バータは結構いろんなシーンで出てくると思うので金玉じゃないのって皆さん思われるかもしれないんですけれども、実はバータ星4でございます。バータ何すかバータ。バータ、ドラゴンボール読んだことないのか。いや、あるわ。リオナルスマン、はい、椅子を借りていいか。あ、リオナルさん進行してくださいよ。ここは本気だ。やばい、大変だ、また来てしまった。頑張ってリオナルさんの3人1スタート聞きたいよ。はい、というわけで頑張っていきましょう。お互い意気込みをもう言いましたね。そうですね、はい、はい、ではもう早速プレイに入りたいと思います。結構緊張してます。緊張しますね。結構緊張するね。マクソライさん、いや結構違う緊張感がやばくない。なんかマクソライさん気まずいしさ、なんか そうなんですよ。え、負けたらどうしようとか思ってるんだけど。はい、じゃあ侵入しましょうか。先にね、侵入してからの 3-2-1 でパズルスタートで、はい、では侵入いたします。やべえ、せーの。これ大事なんで盤面が。じゃあなんすかこのシーンとした感じで、ね、OK です。シーンとしちゃってるよね。では行きましょう、マックス村井 VS ガイモン、いきます。 3-2-1 ゴー。なんで英語言ったんすか。なんか急にアメリカンな番組になりましたね。イエース、まあ、確かにこのダンスのね、落ち込みがすごく出やすいので、そこ、ね、こんなに落ち込み言わねえよ。暴言だ暴言。まだね、どこでこう、ね、コンボを送るのかっていうのがね、大事ですね。落ち込みが、落ち込み体質が。おっ、ガイモンさんがガイモンさんらしからぬ、らしからぬ、なんでかしてらしからぬ、らしくない、ザギよりパズルしている。いい落とし、村井さん落ち込んだ。そして一方は村井さんは相変わらずのね、落ち込ん体質なんでね、やはりこういう段の苦手なのかな。ちょっと今回落ち込ん症はないんでしょうかね。ないですね。落ち込ん症は欲しいです。ただね、やっぱ最後まで落ち込ん来まくるからね、わかんないですよね。あとはしっかり刺激で倒していけるか。村井さん大丈夫ですか。こんなに落ち込んいらないって。あ、こんなに落ち込んいらないって。こんなもういらないって。ラコムですか。ラコム、おい早く進めよ。ラコム、いやすごいすごい。いや、村井さん今日の MVP おめでとうございます。おめでとう。いらねえよ、ここで勝たなきゃ意味がねえんだよ。ベストプレッションだよ。ガイモンさん最後決めちゃってください。ここで勝たなきゃ意味がないんだよ。おうまい。あれ、あ、ずれた。ちょっと待って、え、そんなにもう進んでんの早くない。ちょっと待って、終わっちゃうんだけど。待て、よし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 、やめろやめろ。よせよせよせ。なんていうことだ、なんていうことだ。ジーザス、いや本当に落ち込みたいですよね、やっぱり。最後までいいかな。ジーザス、方針、方針した。負けると得点変わっちゃう。いや、なかなかね。いや、ナイス18コンボです。18コンボ、ナイス18コンボ。これ、パズチャルだったらワンチャン逆転あったんじゃない。あ、やりましたね。パズチャルだったら勝ってたよね。かなりのハイスコアがちょっとね、ありましたね。じゃあ、ちょっと負けたマックス村井さんから感想をちょっと。たった一言、私が負けた原因は一つ。フェアプレー狙って、フェアプレー。敗因は落ち込んです。ただ私の敗因が落ち込んであるということはまあそうなんですけども、それ以上にガイモンがうまかった。狙ってきたな。ガイモンがこんなにこの番組にフィットしたパズルができるようになって。村井さん、そろそろやめた方がいいんじゃないか。そろそろやめた方がいいんじゃないか。はい、ありがとうございました。はい、ガイモンさんコメント。いや、でも本当に落ち込ん次第だったので、もう運が全てだったかなと思います。勝ててよかったです。ありがとうございました。いやちょっと、いやよかったですね、本当に。よかった、落としましたね。じゃあガイモンさん、あのリンシアのパーティー考えておいてください。そうですね、リンシアね、俺一昨日2時間やったからね、生放送で。マジっすか。すげえ。
そんなわけで2月最終週一番最初の敗退はチーム主人公ランカーやばい、これやばいんじゃないか、一気に一気にやばいぞ。チームランカーズが、上りまして、はい、チャルダン7ソロコスケ VS、 こちらからは雑草が来るわけですけれども、ズバリはガルシガルさんで、ガルさんコスケ VS ガルでございます。倒せ倒せ倒せ、ガル太郎いけ、無理じゃないよ。いやアヌビス来いよ、アヌビス、アルビスでいきます、アルビス誘ってる。ケーブルの準備お願いします。こっそりアルビスだよ。えアルビス、ケーブル逆でもいい、ちょっと待って、組み替える。いやいや嘘だよ、嘘嘘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 嘘、はいどうぞ。さあチャレ7か。今回こちらの戦いですけれども、縛りはプラス600以下でございます。はい、コスケさんがあの最初きついって言ってた。いや一番きつい ね、やっぱりね、プラス600以下っていうのがね、個人的にはプラス10万ってすごいですね。しかし10万って何名、でも11面ぐらい、11面って、でもね、今ほら40万持ってる人もいるからね、プラスね。40万、やばいな、40万いるんですよ、やばいな。リオナリ、リオナリ、はい、緊急事態。何緊急事態、何すか、どうしました。この結果次第でチーム主人公雑草に巻かれる可能性あるんじゃない。巻かれる、俺パス来た。リオナリさんホラーで見たでしょ。ええでも結果次第だよね。結果次第で突入したら結果次第俺じゃない。ないか、えないか、大丈夫か、あるある。でも最後チームじゃない、得点倍で、そうですね、フェアプレーとベストプレーこっちをもらったら、あ、もうそれを言ってる時点でもうね、いや、そんなことない、そんなね、下心でこの全力パズドラニコ生やられてもらってもね、そうだよ、一番下心がありそうでしょ、何言ってんすか。そうだよ、一番あるでしょ。はい、画面準備 OK そうですね。あ、待ってください、まだですね、フレンド設定、はい、OK ですね。画面いただきましょう、画面ください。プラス600以下、チェックします。うわ、なんか強そうな。しょうがない、やるしかねえんだよ、これで。持ってねえもん、まあ、持ってねえんだよ。チームガル、クリア。チームランカーズ、クリア。おすけさん、ギリギリまで。はい、では各チームごとパーティーについて説明をお願いします。まずはじゃあガンから。得意なカイトパーティーです。おです、知ってます。はい、ではランカーズコスケ。ダンジョン的にあの固定ダメージが非常に有効なダンジョンなので、ルシファーですね。でサブに1枚、覚醒ラーを入れてますが、まあ、あと封印ですね、しっかり 100% にできてるかっていうところが非常に大事かなと思います、このダンジョンは。おお、はい、以上です。 OK でございます。なんでやんかい、わかんない、わかんない。一応この瞬間であればまだパーティーギリギリ変えれますけれども、ガル今変えますか。このままでいきます。了解です。これで勝ったチームが2月最終週の優勝決定戦、優勝を目指して戦います。 OK です。制限時間いっぱい、準備 OK、 参りましょう。まずは挑戦ボタンで入場してください。はい、はい、侵入できました。これはでは会場の皆様ご一緒に3秒前からいきます。いきます、3、2、1、スタート。これはコスケ走るぞ。ミックスも解説してください、はい、よければ。おお、まあ、終わったことみたいな、コスケに18コンボくればまだ分かんないね。落ち込んが危ないから、まあここはね、でもそんな落ち込んできたら結構ベストプレイ賞じゃない逆にさあコスケが順調に快調に飛ばしております。飛ばしてるね。てか、ま、ガルシー、ガルが抜けない。ほんと強いね、ガル強いですね、すごいねこれ。キラー持ちなんだよねさあ、ここも固定ダメージでね。早い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 よ。まだパズル2回しかしてないですね、コスケくん。
そうですね、吸収ですね。ただコスケはここもちゃんとやってると思う。さあ横行って悩みになったぞ。あ、もう2ターン完全に済む。おー、やりたい放題。やりたい放題だ。あ、オッケー。コスケ、やりたい放題。あ、オッケーです。いや、ここあのズオアがバインドされちゃうとちょっとあの面倒くさいなと思ってたんですけど、まあそのアヌビスね、一応左側でカバーできるようにしてはいたんですけど、まああの速っ、ちゃんと速い。もう村井さんがじゃあ村井さんのペンを書くのが早かったですね。すごい早かった。いやー、素晴らしい戦いでした。まずは負けてはしまいましたが、チーム雑草ガルさん、コメントどうぞ。強かったです。あのルシュ、また頑張ります。はい、じゃあ勝ちました、優勝決定戦臨みます。チームランカーズどうぞ。すまねー、アホケだ。いや、あの2月最後のプレイがまたね、決勝でやれて非常に嬉しいです。ガイモンさんと頑張りたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。皆さん、本日も早いもので残すところあとこちらですね。優勝決定戦のリンシア降臨となりました。今からパーティー選定にまたお時間をいただきます。グッズ紹介コーナー、新宿の2人お願いします。はい、任せてもよろしくお願いします。内斎田東京と重重です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんとあれラフですね。忘れてた。縛りありま、帰るだけなんで。あれもう帰るだけなんで。なんとこちら雑草グッズ。やめろやめろ、雑草グッズやめろ。雑草グッズ、あ、これあれですか、あの雑巾ですか。これやめなさい。そうなんですよ。そうなんですじゃねえ。落書き、売り物だろ。落書きしてあります。ちょっと誰かと誰かをあの MC 西下が、あの MC 西下が、 MC 西下が書き下ろしている。誰かと誰か、 MC 西下の絵ですか。 MC 西下グッズです。 MC 西下の似顔絵。似顔違う、誰だろう。でも誰、これ、これなんか似てる人いない。ミックスさん。あ、ミックスかな、これ。これなんかもうよう分かりやすい。いや、俺そんなになんか、あ、そんな顔じゃない。やめろやめろやめろ、雑に言うじゃねえよ。あれだろ、あのなんか、ハルビーハルビー。はい、ということで、ハラガル T シャツ、MC 西下がデザインしたこちら2500円となっております。あの MC 西下が、はい、こちら S、M、L サイズとなっております。はい、次。そう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 、こちら、これ、しげの君、な、何これ。雑草パーカー。雑草パーカー。おい、そうですか。マジで雑草。やめろ、ずっとそのボケ方のトーンも気になってる。ずっとその言い方が。これもなんか河川敷とかに生えてそうですね。その言い方で言うと面白いと思ってんだよ。これも MC 西下。あの MC 西下が、あの人はいろんなデザインしております。フューチャリングということでね。フューチャリング MC 西下、ネイビーです。そしてグレーもあります。あ、着てる。お、着てる。 MC 西下パーカー着てる。違うわ、ね、チャリンクさん。 MC 西下パーカー着てる。 L サイズですよ、 L サイズ。で、SML の、3サイズ展開となっておりますね。こんなもんかな。店長、鼻水が。あ、ほんと？あ、ほんと？花粉症だからね。花粉症、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 雑草でちょっと拭かないでくださいよ。はい、雑草ハンカチでーす。はーい、こちら。え、こちらですね、3枚セットだと100円お得の2000円、1枚だと700円。可愛いですよね、でも T シャツと、前の T シャツと同じデザインになっておりますので、ぜひぜひお求めくださいということで、以上、ハラガルグッズのご紹介でした。最後、こっち見てくれるんですか。はい、ということで、アップバンクストアからの、紹介となります。ただね、えらいもんでね、あ、なんすか？終わりって約束だったんですよ。あ、そうですか。はい、いや、あのね、沖縄に牛の T シャツ着てるギャルいましたよ。ギャル流行ってるんですかね。ギャル、ギャル、あの、あなたたちのファンで。はい、今日もいますよ。結構いるんですよ。じゃあ洗ってねえなって。洗ってねえな、確かに汚い。あれ、もうすでにこれをとりあえずガチパン。そうです。MC いただいてる。早い早い。もんでね。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんもお求めください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、以上、商品紹介のコーナーでした。ありがとうございます。
ぜひ皆さん買ってください。はい、あ、すみません、すげえフェアプレイしてくるこの人。まだ12着ぐらいしか売れてない。やめろやめろやめろ。やべえ、俺もうそろそろ右手がうずいてる。やめなさい、やめなさい、やめなさい、やめてください。うちの前のヤンキーが止めらんないですよ、俺一人じゃ。大丈夫です、何も言えない。あ、そこそこ。いやー、なんかね、普通にしてたらね、腹から人気があるにはとても見えないんだけど、やめなさい。オフ系の会場に行くと、やっぱね、いるんですよ、腹からファンが。中条さん、ほら、そういうの中条さんの結婚式も良かったですよ。あー、そう、良かった、良かった、すごい格好良かったですよ、中条さん。村井さんが苦笑いしてるんで、進行しましょうか。逃げた、逃げた。照れてる。いや、私も本当不思議でね。なんで不思議なんだよ、そんなこっちのセリフだ、これ。なんで村井さん人気があるんだ、おかしいだろ。これが、いや、だって赤ケラ人気あるだろ。いやいや、なんでその発想なんだよ、それ。ゴレンジャー的な。赤ケラセンターだよ。赤ケラ人気あるって理由が。こっちとの赤なんだよ。理由なんだよ。赤いおっさんってだけで唯一無二だぞ。いや、赤いおっさんっているんじゃねえかな。すげえ、自覚なんだ。自覚あるんだ、それ。はい。はい。5分経ったかどうかはわからないんですけれども、まだ時間は余ってはいますが、もし準備ができているのであれば行っちゃおうという感じですけれども、全然まだ大丈夫ですよ。まだ時間はあります。 すいません、ちょっとまだ大丈夫です。ちょっといただきたいです。はい、もうちょっとお時間をいただきたいということで。わかりました、村井さん。はい、この間に赤いおっさんアンケート取っていいですか。え、必要ですかそれ。いや、いや、あれ取りましょう。赤いおっさんといえばどっちだと。松岡修造と比べるのやめてください。あの人と比べる気だよ。修造と比べるのとか、あおサンタクロースね。あ、サンタか、そっちか。一般的な話じゃなくていいんです。皆様の心の中の話でアンケートにお答えください。サンタでしょ。じゃあ、イッツミーの方かと思って。イッツミー、イッツミー。一般のは何も、あーほらほらほら。あ、でもいい戦いしてる、いい戦いしてる。ほら、まあでもサンタクロースいい戦いできるおじさんはなかなかね。ね、サンタってだってやばい、でも3人も来てるこれぐらい。戦全世界、全世界だから。ここだ、なかなかいないですね。まあ、サンタ相手に前線した方ですよ。本当そうですよ。みんな知ってますからね。ありがとうございます。さすがです。ですね、このタイミングで、はい、来週のお知らせ、あ、お知らせじゃないや、来週の投稿テーマの、テーマ、投稿のテーマを発表したいと思います。はい、来週のイラスト投稿、来週のイラスト投稿は、テーマがモンスターの温泉旅行。モンスターの温泉旅行をテーマにイラストを募集いたします。モンスターの温泉旅行。ネタ投稿、ネタ投稿ですけれども、パズドラをプレイするときにこだわりってある。あ、パズドラをプレイするときにこだわりってある。サンタカーリーから使うと。あ、そうですね、リオレルさんですね。サンタカーリーから使うっていうね。モンスターの温泉旅行イラストテーマということで、なかなかこういい感じのイラストが届くんじゃないですかね。なるほど、温泉に使っているね、女性キャラのね。なかなか非常にこうお美しい豊満なモンスターたくさんいますからね。ぜひとも来月ここに残ってみたいもんですね。なんですかこの空気。そんな空気にしますよ。素顔だけはやめてあげて。せっかくコメントしたのに、やつをしてあげて。そんな、さっきまで赤いおじさんだろうって言ってた人の顔じゃないですよ。願いだから戻ってきて。リオナリさん、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 まださ、まだ店の前のマネキンの方が笑顔悪い。リオナリさん、なんとかしてくださいよ。ヤバくすぐらい人魚の方が笑顔悪い。お願いしますよ。やばいやばい。なんでこの顔されてるんですか。初め3年間で初めて見た。こんな直属の上司やだよ。怖え。どこ見てんだろう。どこ見てんだあれ。怖えよ。戻ってきてお願いだから。よくあんな長い時間暖房見れんだ。誰が取り付いたの。どうするの。リオナさんなんとかしてくれ。戻ってきてくれた。俺が3年で言うことだよね。信頼関係だね。いやちょっと冷圧を感じてました。冷圧来たな。言いたいだけでしょ。冷圧って何わかんない。俺聞いてなかった。ブリーチ、ブリーチ。あ、ブリーチか。あ、ブリーチ。あ、ブリーチ今40巻ぐらいまで読みまして、はい、すごい面白い漫画だなと。そう、遅いですね。はい、ブリーチ面白い。これ最終試合はどこだっけ。いや、これでもあれですよね、ミスはい、何ですか、ですか。ちょっとね、自信なんかちょっと実験できてないんで怪しいんですけど、まあ、パーティーダメだと思ったら切り替えでも大丈夫ですよ、今回。はい、先々週ぐらいかな、はい、ルールいろいろ変わりまして、もしダメだった場合に画面を落とす必要はあるんですけれども、パーティーを組み直すのは可です。はい、でパーティーを組み直す時間っていうのはそのまま、アドバンテージというか、はい、相手チームのアドバンテージとなります。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。大丈夫です。はい、じゃあランカーズ準備 OK ということで、トリモンどうですか。あ、大丈夫です。はい、じゃあ準備 OK ですね。画面いただきましょう。画面ください。まあそうだよね。
2チームとも縛りなし。なんかほぼ似てますね。似てますね。ではコメントをいただきましょう。どちらからがいいかな。じゃあ30秒アドバンテージがあるチーム登竜門コメントください。ちょっとねリンシアがやっぱり怖くて、まあ確かに遅延打ちたくてバットも入れたんですけど、まあちょっと分かんないですね。ちょっとやってみないと分かんないです。それほどにリンシアは危険。 OK です。チームランカーズどうぞコメントください。現状そのギミックが対応できないギミックとして、その覚醒をこう数ターン持っていかれる、あのやばいやつだ。そうですね、あの5ターン持っていかれるのの対応策として、まあ、オロチ、まあ、今回ね覚醒オロチを入れてしまってるんですけど、究極前のオロチだったら、あの普通に棒、あの威圧で5ターンですね、もろもろ全て、防げるので、個人的にはですね、覚醒ヤマトのオロチよりも、普通の究極進化の、オロチをおすすめしたいと思うんですよね。いや大丈夫です、はい、大丈夫です。でも最終的には30秒アドバンテージがあるので、あのしっかりね敵を見ながら落ち着いて、クリアできるように頑張りたいなと思ってます。はい、わかりました。ちなみに先日のアップデートでマルチの場合、スキルブーストが共有されたりとか結構変わっております、ね、なので皆様ぜひとも、ランカーズで言うとオロチってマルチでもこんなに早くたまんのとか、まあご覧ください。はい、準備よろしいですか。はい、ではアドバンテージの関係もありますので挑戦ボタンを押した瞬間に登竜門チームもう走り出してください。で、はい、私がこのランカーズの後ろにつきますけれども2分30秒 のタイミングでスタートかけます。はい、よろしいですね。泣いても笑っても2月最後です。なんかよくわかんない。ラストパズルに全てをかけろ。岡山さん、なんかそれなんすか。いや、岩崎さんなんすか。参りましょう。5秒前からいきます。皆さんご一緒にカウントダウンしましょう。いきます、せーの、5、4、3、2、1、スタート。登竜門チームがまずスタートです。どうぞ。私め小助の後ろで30秒アドバンテージカウントダウンします。登竜門が、お村井さん、登竜門チームがなんとやりません、やりません、ちょっと待って、ちょっと待って、これこれフェアプレー取りに来てるよ、フェアプレー。最後決着をつけようってことですね。10秒前。フェアなのかな。5、4、3、2、1、スタート。おお、なんかつか逆にね、なんかつかない肘のぶつかり合い、肘だ。おらだけ、おいこいつら大人げねえ。怖いっすよ、お前ら。怖いこの二人怖い、怖いよ。肘だ、肘。やんねえんだもん。やばい、もう冷圧でこの空間が歪みそうだ。やばい立っているだけで、立っているだけでガタガタガタ歪みそうだ。ガタ2、1、やべえよ。さあこの30秒でチーム登竜門がバトル3。ちょ気持ちわかる。私だったらダメたこと覚えてるなって言って、後で泣かすぞみたいな。申し訳ないです。あの人、逆に怖いよね。あ、やべ、まあ、でも大丈夫。おっと、いや、大丈夫です。ちょっとね、ずれちゃったんですけど。あ、すごい落ち込んだ。やたら、すげえ、やたら、やたら、ちょっといらない。音量、音量アップ、音量アップ。どうも、ごめんなさい。あ、ダメなやつ。もうこのまま行きましょう。1ですね。今チーム登竜門はスキルダメが終わったよう。
そしてバトル並ぶ。これは面白い戦い。あ、どうなる。いいぞ、持ってやれ。出れ、持ってやれ。出れ。回復するんで、次で抜いてみます。さあ、ここをスキルで多分突破。はい、突破。突破。やばい。あ、やばい。あ、ミクスがやばいと。やばい。ミクスあんなに待って、ちょっとここでミスったら。闇の四つ消しです。危ない。おげんよ。危ねえマジで。いや危ない。危ない。さあ危ない危ない。四つ消ししたつもりになってた。よろしくないスパイ。いやこれ抜けなかったらマジやばい。おっと。あやばい。チームやばい。どうだ。やっちまったか。追いつかれた。じゃあこれ使います、使います。チームランカーズの作戦は落ち着こう。トリモの、トリモの2人がめちゃくちゃ。さあボスバトル突入。チームトリモほぼほぼ同時、同時だ。エンハパス、パスした。パス、俺さんが。さあ全く同じ状況。バトル始めたのランカーズの方が早かった。おっとランカーズがこれでまさか抜くのではないか。一回おーさあどうなる。ごめんなんか、まだですよミックスさん。まだいけるミックスさん。ランカーズが今逆転中。諦めんな。そして覚醒スキルが全て無効。さあさんパスでオロチですね、予告通り。はい、あーごめんなさい。大丈夫ですミックさん、まだオロチ打った。そしておっと、どうなるんだこれは。軽く削っていただけるで、4つ消しのクソもないんで。さあこれが離せない展開でブーストが来ます。おー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 、トシカがまさかここで。ダンカーズが、いや多分これでも抜けないです。落ち込む、抜け、抜かないで、抜いて。あーまだまだリスト。闇でお願いします。闇ドッキーさん大丈夫ですか。素晴らしいです。大丈夫です。あ、大丈夫です。さあ、やばい。やばい、撃った。チーフドリフォンゲームオーバーで、残りスキルがなんか落ち着きが。いや、もうここは冷静にいかないと。順番が逆になったね。怖い。ダイモンさん、次なんか溜まります。いや、ちょっと多分溜まんないと。いや、エスカマリ、エスカマリ溜まんちゃう。スリーディアンとかで、あんなさ、二色変化で、ギガ、で、グラビティ2発ってか、で、ちょうど多分なんか思い出す。おっと、トリオンチーム溜まんない、じゃあ僕に展開を見守。よーし、入ったパスしてます。ドロボロリーシアが見せられて、どうなる。わかんねえぞこれ。これどうなんだよ。わかんない。あーくそ、来てこれ。ダートの可能性がある。よし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 。ガンモさんはランカーズ耐えてる。いややべえ、たまんねえな。スキルが最後使ったな。やばいやばい。スキルが使えなくって闇ドロップもない。闇がない。来てこねえんだよな。恵まれないドロップに。もうちょっと毒は効くんですか。いや、ちょっと。さあ、毒は壊しつつ、長く。おぉー、会場からもため息。わかんなくなった。全然わかんなくなった状況。すげえな。2月の最後にふさわしいな。ふさわしいっすね。これは、素晴らしい。やばい、面白い。おお。ああ、そうだな。
全然この分からない順序、見えねえな。ただ今バトル2とバトル5の差、ここ使ってください。ただまあさっきの結果を見るとまだ分からないっていう感じ。いや全然分からないよ。これだけの2人を組み合わせたとしてもラスト盤面、あれだけ慎重に挑まないといけない。行ってこい、チクショ。はい、人がダメです、ここから。チームランカーズ、諦め、はい、最新で画面落としてください。さすがに落ち込んの悪すぎます。落ち込んの悪さから一旦こう盤面全体を多分もうリフレッシュする。なるほど、ゲーム自体の、そしてバトル6、ちょっとない、なんで闇がない、なんだこの場面は、すごいなんだ、トールマンに対してランカーズに対して厳しい、厳しいなこれは。トリュさんは突破、ナイス。闇も落ちてこない、ね、ここは大丈夫なの。先ほどここのね、スリーディアでレッテル抜けなかったトリュモ、ここは作戦回避は、あーおーっとガイモさん、今1列たまってくる、1列の、いや、どんなにね、達人でもね、これだけの集中環境で一戦二戦、しかもその中でこうゲームオーバーとかを繰り返すと途切れますからね。この生放送とこの場でね、集中力がね、はい、え、集中力がで、この場面、通りもんチーム相当長考、ね、ちょっと行きましょう、やっぱ集中力ちょっとここはクリアしますね、あの、たぶん普通にあれなんですけど、もうすごいパスの順番がオロチを使うタイミングなんですけど、そう、あれ一旦あのパスの順番がすごいね、なんか結構大事ですよね、もうね、スキルを役割分担で持ってってるからね、どうするってなっちゃうもんね。え、パスするしない、する正直判断なくて、え、ハラミさんパスする、それともアパス、ありがとうございます。なんでお風呂かご飯、お風呂、それともパスみたいな。さあ、通りもんチーム、僕たちにそして闇が足りない、あー、1個足りない、まだわからない、レースが止めない、なるほど、わからない、本当にわからない、大変だな、すげーなー、ああ闇、おぉ聞いた、ミックスが読んだ今、声で読んだ今、闇呼んだら来るんだ、呼んだら来ました。すすむさん、すみません、ちょっと画面ちょっとかかっちゃってるんで、その遺影を外してもらいますか。あ、それ、ありがとうございます。遺影がちょっと、さあ、浦さんの選択はここからどうなるか、バトルうめえ、ビンシアの HP のデカさ、やばい、ミスった、え、どうしました、おっと、通りもんチームミスった、あ、きついな、さて闇展開として全然わからない、まだわからん、おっと、ランカーランカーズ、ランカーズ、ちょっと苦しんでるんですよ、ここで、やべえ、モッチが間違えてる、モッチが間違えてる、あっ、おっと、ミックスがここで回避、やっと、ちょっと、超
手震える。知ってます、大丈夫です、頑張って。大丈夫。手震えるよね。だって今までフェアプレーを気にしてた男がさあ、東洋チームどうなる。うわ、バインドだ。パーティー変えます。おっと、チームワーカーズパーティー変更、画面下げてください。ここでパーティー変更、これいらないっすよ。これリーダースキル封じられた状態でどれだけ戦えるんですか。で回復力がなくなっちゃう。これは相当厳しい。マシンヘラー、リーダー、バインド、これ俺さんがどう挽回する。挽回、挽回、挽回しない。両者両者あれですね、あのさあ、両チームともに、おっと、チーム登竜門も今チームを変える、サブモンスターを変えようとしております。もうリーチだった、多分これで勝てます。ランカーズのゲーム画面ください。はい、ランカーズ最新に繰り出しに戻った。ランカーズっつったらアラガじゃない。まあ縛りないですからね。はい、縛りございません。溜めていきましょう。いいの、良かった。基本はあのここで受けてるところで受けて、でジャストであのエンハンスがないので、ね、あのグラビティタップ使って、あ、まあ、でもとりあえずここはよかったです。すごい右隣でものすごい緻密な会話が。どんな会話ですか。え、どんな緻密ですか。いや、多分次のあれがさっきの範囲は絶対にそこまで行く。こうさっきの範囲の分析とかを今すか、今しております。すげえな。でこの後いっぱい飲みに行く。おい、助け入ってくんじゃねえ。そんな仲良し会話じゃない、ピリピリしてるよ、すごい。え、飲み行く。いや、いや、俺らは行きましょうね。俺らは行ってもいいんだけど。いや、そんなヘラヘラしてくれ、勝手に俺らダメなんだよ、あんなピリピリしてる。どんな以上もうさ、持っていいんだよ。そうだな。開き直った。開き直った。はい、画面ください。はい、チームドリモン再スタート。さあ、両チーム、フレンドの人が入ってきました。すいません、フレンドの人ごめんなさい、入らないでください。お互いのチームどう。ペルセポネが入った。ペルセポネが入ったんじゃないですか。パンドラ外してます。あ、こっち、じゃあランカーズはちなみに、僕のパンドラ外してキルアを入れました。パンドラ外しキルア、ここでダメージ。そうですね、あのダブ、はい、あそこがやっぱ運用と絡んでくるんで、真ん中のね、神経面が2ターンだったらもうめちゃくちゃありがたいんですけど、そうじゃないとまずいんで、でここで軽くスキル溜めます。はい、ただいま真ん中画面中央ランカーズスキル溜め。ポリエモンチームはどのスタブを変えたの。ペルセンスポリエモン入ってます。ガルシュー抜いてますね。多分闇ドロップがこう供給しきれないみたいな、さっきの対策じゃないですか。変換を多めにしたんですよ。逆になりました。そして同じ場所。もうレンディングルームは抜きにかかる。ちょっと変えたらいい。まあランカーズはわざと今足踏みしてますからね。今スキルダメですからね。あの画面見てる方もかなりピリピリというか緊張してると思うんですけれども、はい、このリーシア公認戦始まってすでにあの20分以上が経過していて、この2チームも集中力相当消耗してるんじゃないでしょうかね。これは相当きついっすよ。いや、めっちゃきついっす。かなり長引けば長引くほどやっぱり、ね、あ、抜けねえんだ。多分変わりますよ。格闘技とかと一緒ですよね、これは。消耗していく、ね、消耗してって、はい、最後にはもう真っ白に。真っ白なんですか。おーっと、なるほど。あ、ちょっとごめんなさい。あ、まあ、まず立ち回りにする。何やってんだこれ。さあ、今コスケは何や。立ち回りを見せたという。いや、マジで意味わかんないことしちゃいました。どっちが勝っても、どっちが負けても、笑顔で最後終わりたいよね。そうっすね。ずっともですか。ずっともだよ。ずっともだよ。どっちが勝っても、どっちが負けても、ずっともだよ。これ、ご了承しかない。絶対ありえない。え、絶対ありえない。これがピリピリしてる。誰がピリピリしてる。これ、勝ちます、絶対勝ちます。
画面中央ランカーズ、ここを抜ければ勝つ。ちょっと意味わかんない立ち回りしてたんですけど、修正は終わってない。いやまあ、いや修正とかじゃないんですけど、もう完全、いやだったらもう逆にここを普通に素で抜けたら勝つよねレベルのことをしてます。あ、これいけ、あ、うわ、いけそうですね。いや、びっくりびっくり。さあ、画面端、通りもんチーム、ここはどうする。やっぱなんかこうやってマシンヘラとかフライパン、こうやってなんかマシンヘラとか見てて思うんですけど、回復率が高いって偉大ですね。偉大本当に、本当に回復力って素晴らしい。回復力っていいよね。サトリモチームがパスを使って俺さんに渡りましたね。バトンがエスカワリで決め、お、あ、普通そのパズル、これレッツでこれ抜けます、抜けるんですか。あ、落ち込んが、さあ倒せないとちょっとヤバゲな雰囲気ですか。倒せなければ負けますよ。おー、抜いた、すげえ。熱が咲いていきたい。ここはもうキラーですね、ストーリーモンチーム。いやもうほぼ今同じ状況でしょう。ガイモンのレイヤーがどんどん上がってる。あのガイモンじゃない、戦いの中でこいつ成長してやる。どのガイモン、このガイモンこのガイモンさっき私が負けたのもうなずけるガイモンの冷圧がどんどん上がってる。トリモチーム、ボスとジュニア、まあここはまず抜くでしょうね。進化前したら、エハエスカバリ、さあまずはこのね、上に行きますね。ここはここからですね。よい、さあここからがさっきから、いやもう鬼門ですよ。最後ラスト4秒だ、まず4秒。え、まずか、そうこのね、これちょっと対応すればいいんやろな。これ4秒パズルしたよ。オロチーン、オロチーン、オロチーン、あ、もうちょっとずつでも削っていく作戦はダメだな。やめやめやめ、覚醒無効だからより多くのコンボ、弓のコンボ分割。そしてここでもう負けるわけにはいかない。結構削れるね。こんなに削れる？すげえ削れた今。覚醒スキルの効果。列でも倍率かからない状況で。ね。一応あのロッキーが。あ、円半込み。あ、ごめん。ごめん。ロッキー消すとね。6だ、完全ミスった。きつい、チームランカーズはここでこうオルチを使って、いや、ダメっすよ。僕が途中でイランことしたんでした。さあ、どうなる、ちょっとあの、諦めます。チームランカーズ、ここで力尽きるか。なんで俺あそこで、おお、トリモン、意味わからん。俺さんのパズルか。うわ、緊張する、怖い。覚醒スキルはまだ向こう。4秒パズル。いやー結構ビリビリしてるよ、ビリビリ。
おらさん行きました。頑張れ。うわ、うまい。うわ、落ちてる。落ちてる。いけ、頼む。このまま。いけー。よっしゃー。今のうまっ。いやー、長時間集中力、よくぞよくぞ。そんなわけで2月最終週優勝したのはトリボンチーム。めっちゃ強い。さすが。これは驚いたな。コメントをいただきましょう。まずはランカーズからどうぞ。コメントいただきましょう。今の戦いについて、はい、いや最後というか最初のバトルでしっかり決めときたかった。なるほど。最初の1回目の侵入で1回目のやつでそうですね、そこだけでしたね。そこだけというか、まあ反省すべき点はあそこで決めれなかったのは、はい、まずコスケ塚さんです。ダイモンにも聞きましょう。ダイモンの冷圧がどんどん高まっていくのを感じていました。ダイモンさんどうぞ。いや、なんだかんだで、ね、登竜門に、ね、全部勝てなかったんで悔しいですね、めっちゃ。まあ、うん、もうちょっとパズルできれば悔しいです。ありがとうございました。ナイスパズル、ありがとう。優勝しましたチームトリモン、どうぞ。あ、はい。あの2月のこのシーズンも優勝全部ランカーと戦ってる。あの決勝。え、最初のあ主人公で一回やってる？後半だけだね。やってます。やっぱりあの、まあ、ランカーズやることが多くてもういつも接戦で、はい、いやもう本当ランカーズがいなかったら自分たちここまでパズルうまくできないいや本当最後までね、あの一緒に戦ってくれたランカーズにちょっと皆さんもう一度大きな拍手を。綺麗なミックスだろ。別人だろ。そんなミックス見たことないよ。綺麗なジャイアンみたいなね。綺麗なミックスになってるだろ今。性格乗る、煽ってる、あの人は悪いな。じゃあちょっと俺くんにも。はい、俺くんお願いします。この髪型、はい、まあ最後も気持ちよく勝つことができて、まあ有言実行できたので良かったと思います。楽しい。フェアプレーだ、フェアプレー。これがフェアプレーです。これがね。いやー、そんなわけで2月、5週という長丁場となったんですけれども、ここで全てのパズルが終了です。お疲れ様です。皆さん本当お疲れ様でございます。エンディングに向かっていきたいと思います。エンディングに向かっていきたいと思います。はい、森下さん、はい、アンケートはまさにそれをこれからエンディングに向かうにあたって、一つ目フェアプレー賞5ポイント、こちらを決めたいと思います。アンケートを中条 D、 ロボット村井、これはチーム単位、チーム単位です。あ、これでも OK です、これでも OK です。このフェアプレー賞を取った人が所属しているチームが、5ポイントということでいいと思います。あ、そうだったね。あの敗者の方は1人だったんで、マルチじゃないんで。なるほどね。チームをこう評価するって難しい。そう、そうだね、そうだね。アンケート皆様ご協力をよろしくお願いいたします。お願いします。この一つの仕組みを導入しただけでこんなに美しい番組にメンバーが誰一人も変わっていないのに変わることができました。偉大な勝利。はい、結果どうぞ。ドン。私が読み上げます。村井 6.7%、 リオナリ 3.2% ミックス 10.9%、 オレさん 18.4%、 ハルミン 2.6%、 なんでだ、なんでだ。ガル 6.3%、 なんでだよ。コスケ 30.4%、 ガイモン 21.4% ということで、フェアプレー賞コスケ1位がランカーズだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。はい、なぜかハラミ 2.6% で、ただの人気投票じゃねえか、こんなの。人気投票じゃないと思います。人気投票だろ、はい、人気投票だろ、はい、多分、はい、ランカーズ以外のチームが先週と比べて態度を手のひらを返したというところに腹黒さを感じたんではないですか。いや、真っ当な結果じゃないかと思います。では次の賞いきたいと思います。ベストプレー賞、中条 D、 アンケートをお願いします。あ
本日一番いいプレーをしたのは誰か。いや、あのね、何をもってしていいプレーとするかも結構視聴者によって変わるかなみたいな。印象に残ったプレーなのか、勝ちにつながるプレーだったのかみたいなね。まあ私の中でも最後のいろんなパズルで18コンボのことなんてみんなもう忘れてるから。そうですね、覚えてます。それ今日コンボ出した人、絶対今視聴者ですね、今日一番コンボ出した人、お前ら思い出せ、あの18コンボ思い出せって今アピールしましたね。そういうやつですよね。いや、ワンプレーなのか、それかもね、あとね、ダンジョン全てにおいてのプレーが、お前さんの18コンボすごかったよ、ね。はい、じゃあ行きましょう。はい、結果いきましょう。読み上げますよ、私が。ドン、村井 13.9%、 ミオナリ 1.3%、 ミックス 2.2%、 低い。オレさん 44.7%、 ハラミ 1.4%、 ガル 2.5%、 コスケ 16.2%、 ガイモン 17.7% ということで、17%、 このベストプレー賞、オレさんでございます。おめでとうございます。で、残ってるところで言うと、改めてですが、本日、こちらですね、ガチャ対決はいたしません。で、先ほどの本日得点2倍でございます。ただいま集計しております。今しばらくお待ちください。忘れてたよ、清田にすげえ顔してるの今画面で。いや、僕に入れてくれた 1.3% の方、本当にありがとうございます。本当に精進します、本当に。まあ、それで言うとね、俺、あのハラミより下だから。ハラミ、違う、ベストプレー賞でいうとミックスが 2.2% で、ハラミさん4とか、ハラミ 1.4。 今ちょっとミックスさんえぐったな。なんでまた俺のアイディー、まあ、あのやっぱ負ける。まさか待って、はい、ミックス高騰すぎる、そのなんか今の技、さすが鋭角丸。俺の技は今聞いてください、聞いてください。なんですか、聞いてください。それは負けたら出番少なくなるんだから、選ばれるわけないでしょ。はい、皆さん、はい、正式に。それでは、2月の集計が終わりました。それでは結果を出してみましょう。どうぞどうぞ。もう一回出し、惜しい。あ、でも惜しい、静かに。もう一回出し、優勝、2月優勝、トリモンチーム。第2位、チームランカーズ。第3位、チーム主人公。拍手がパラパラ。最下位チームだった。いや、最下位が意外と熾烈な争いだったという。ギリギリですよ。マジ危ねえ。はい、それではまず優勝チームへの優勝賞品の贈呈をお願いします。タンタンタタンタンタタタタタタタン。マックス村井たちと全力パズドラバトル2月優勝、トリモン、おめでとうございます。お一人当たり iTunes カード3000円分が贈呈されます。おめでとうございます。ニクスさん、これでカンナを。いや、まあ、ぶっちゃけさ、あの俺くん公認にもなって頑張ったから、こうあげようかなと思って。え？おお、これ覆えるんですか？大丈夫ですか？これ番組終わったら返せよって。絶対この性格悪い。もうフェアプレーの投票は終わってますよ。大丈夫です。来月に向けて。来月の。来月に向けてイメージ作りを。もうちょっとポーズにしておきます。印象から入りたいと思います。でもなんか先週とだいぶ違うよね、ミックス髪で。なんか初出しですね。あれ初出し、その髪型。いや、1000円カットで、あ、そうです、1000円経って。先週めっちゃいじられたよ。5年中と重ねて、なんで1000円やろうとかパズルしてる。俺ら言ってないですよ、そんな。それ悪口。いや、でも1週間だってすごくね、かっこよくなったなと思って。あ、1年、まあ、なんかお互いがお互いをいい面を指摘して、いい点を褒めて伸ばし合うみたいな、そういうの素晴らしいと思うな。
ナイスフェア。ごめんなさい。では、ナイスプレー。ナイスフェア。あ、やべえ、あるよ。はい、最下位になってしまった、チーム雑草の2人には罰ゲーム、2つあるんですが、2つあるんですが、どちらか1つを選んで受けていただきます。村井さんの方から発表お願いします。屈辱の2択、どちらかを選んでください。罰ゲームでございます。はい、最下位となった雑草さん、立ちなさい。椅子、椅子。あ、でもマイクと離れちゃうからいいや、ごめんなさい、座ってください。マイクと、ね、遠くなるのもなんだから。キーって何ですか。まずは一つ目の罰ゲームを発表したいと思います。一、はい、つ目、何、キー、TNT じゃない、ツイッターのアイコンを指定のものに。うわうわ、指定のもの、指定のものって何。え、いいよ、俺のアイコンあげるよ。絶対いらない。二人とも俺のアイコンだったら、まあ、いや、一番いらない。どう誰のツイートか分かんないじゃないですか。俺のアイコンも一番いらない。はい、期間は1週間1週間も来週の放送まで、はい、もしくは、もしくは、もしくは、はい、尻文字で応援してくれたファンの皆様に謝罪。そして次週全身タイツの登場。いや、これはもう一択だ。これは一択だ。これは一択だ。これは一択だ。いや、でも、いや、皆さんちょっと待ってください。だから今2が大人気になりつつありますが、このツイッターのアイコン指定のものってあるじゃないですか。これを見たらちょっと皆さん考え変わりますよ。あ、なるほど、用意されてるんですね。まずか俺のアイコンよりも、ですね、まず見えてますよ、村井さん。ちゃんと用意されてる。怖い怖い怖い。あ、そうだよね。いや、ミクス、お前な、はい、カメラこちらお願いします。いや、これ誰でもいいように作られてるから。はい、いきますよ。すごいね。ズバリ、1を選んだ場合は1週間こちらのツイッターアイコンにしていただきます。でん。え、嘘、え、ミックスすげえな。あれあれあれ、ロビンスター、あれあれ、すごい。すごいわ。あれ、ミックス本当に知らなかったの。おい、キャンディー、だからさっきあの写真撮れてたのか。なんかさ、こいつ覗いてた。え、嘘、今の髪型のバージョンにしなくて大丈夫。今の髪型のバージョンにしなくて大丈夫。ちゃんと、ちゃんと腹がるようになってるんだもんね、用意されてる。そうだよね。いや、びっくりしたよ。用意されてる。いやさ、これすげえ思うんだけどさ、これ1も2も両方やんなよ。いや、俺も。いやいや、何を何を。やんなよじゃないですよ、骨折は。いや、1も2もやった方がいいんだよ。はいはい、皆さんよろしいですか。2人いるし。というか、どっちか1つなんですけれど、これどうやって決めるんですか。腹がるに選んでいただくのか、アンケートなのか、どちらですか。あー、全然なんか選んでもらおうかなと思ってたんですけど、案件にします。案件しました。これ割れそうなんで、ちょうどなんかあのいい感じに1対1で割れそうなんで、アンケートにしましょうか。 OK です。万が一、いや、アンケートで中条で一つ提案があります。さっき小助が両方やればって言ったじゃないですか。アンケートの誤差が 5% 以内。 5% はダメだな。振れ幅、ね、10% 以内、55と45までの差の中だったら。いや、例えば48の52までだったら両方 2% か、プラマイ 2%、 プラマイ 2% だから 4% の差まで OK。 そう、48対52までだったら両方やりましょう。アリーナのみんな、一な一回それを最初に言ったみんな。みたいな。はい、差が 4% 以内の場合は両方。いやですよ、両方はもう。まあ、でございます。なんで両方やったらいけないんだよ。あんたら今月いっぱい、どんな覚悟でこの番組に出てきたんだ。いや、1ポイント差がよく言ったわ。1ポイント差が、たった1ポイント差が。変わらんだろ。これさ、主人公チームのさ、選ばれてない方やればいいんだ。そうっすよ、1ポイント差なんだよ。あー、確かに。一切関係ねえだろ。一切関係ねえだろ。ねじ上げるんじゃないよ。確かにね。でも、いやでもね、日本は民主主義なんで、あのぜひね、こうアメリカアンケートってもらってね、それでもいいんじゃないですか。やめた、やめた、さすが小瀬さん、やめた、やめた。いや、確かに30も31もね、変わんないですよ。そうだ、やめた、変わんない、変わんない、変わんないぞ。3時間後にこのアイコン変わってるからね。この顔があれになってるからね。
いや、私今自分のツイッターアイコンこんな感じで、そうですね、可愛いし、ちびくろね、ちびくろね、あとあの公認アカウントなんでツイッター、はい、ちょっとあんまりこういうの変えられない、いやいや、ずる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 、大丈夫大丈夫、ダメダメ、1週間ですから、秩序牢族に反するアイコンとかちょっとあんまりしづらい、大丈夫です、行きましょう、行きましょう、中条さん、うちまで関係ないって、とりあえず、とりあえずアンケートしていいですか、行きましょう、運命のアンケート、どうぞ、Twitter のアイコンを変える知りもちしたい来週、いやでも2ね、いや1は面白い、安心してください、はい、タイツは自腹ではございませんので、そこ心配してないですよ、ね、そこじゃないんですよ、色はクラッシーが準備すると思います、あ黒島さんが、なるほど、クラッシーにお任せください、ピンピンクのラウン、いやだここまで可能であればベターになんか赤青にしてほしいな、そうだ、そうしてるわ、じゃあ俺赤だ、クラッシーさん、俺赤で、じゃあ色の問題じゃないって感じそこじゃないんだよ、俺赤だ、いやね切る前提だ、2年、ね、結果までドスベリすると思うよ、俺、あそうだ、ビックス頼みますよ、結果まで5秒前、触れたくないよ、やめてやめて、事故るから一緒に、5かけたくない、一緒に事故りますよ、ね、4 3 2、一、ドン。どっち？あ、すげえ。お、一、ツイッターアイコンを変える 45.1%。二、尻文字謝罪＆来週全身タイツ 54.9%。ってことで、尻文字で応援してくれたファンに謝罪は今日です。で、来週は全身タイツ。だから罰ゲーム何がいいって黒島さん聞かれたもん、そうだ、なんか昨日の帰り言ってたじゃねえか、飛行機の中で言ってたら罰ゲーム何がいいって、なんで手渡してきてんの、これはあなた方でしょ、今あと手渡してきたかった、これはあなた方でしょ、はい、じゃあいいですか、尻文字謝罪は、番組アンケート終了後のおまけコーナーとして、はい、まあ、おまけコーナーっても全員見られるんですけど、そこでやりましょう、はい、じゃあ村井さん、はい、来週の投稿テーマ改めて発表しますか、発表します、皆様からのお便りお待ちしております、来週の投稿テーマですが、イラストがモンスターの温泉旅行、ネタ投稿の方がパズドラをプレイするときにこだわりってあるっていう2個でございます、皆様からの投稿をお待ちしております、あと予告しておきます、来週何かが変わるんですか、あ、まさかこの縛り全部なくなります、え、おーい、縛りなし、あ、縛りなし、変更ですか、全く新しいルールを導入します、お、メンバーは変わりません、やったー、あーよかったー、クビになってやったね、リュウナちゃんでやったよかったよかったチームポンコツよかったね、まあ、これだね、リコチェンって鍛えられてるから、これで変わってたらさ、全身タイツで出て終わりだもんね、そうですただの出落ちですよねそして予告しておきます、はい、来月から始まる3月の、はい、新ルールでございますけれども、よりことこのぶつかり合いになるんじゃないかと思います、ことこのぶつかり合いになるのではないかと思います、ゆうなさん日本語大丈夫ですか、ことこですよ、ことこ、サンとサンとことこさんじゃないですよ、サンとサンじゃない、人の名前じゃないですよ、あの個人の子です、あ、個人の子ですか、ことこの戦いになると思います、言い直したなんでそこを初めに言ったら、ごめん顔で言うよく言えたのに、はい、では2月も本当にいろんなことがありましたね、最後、1人ずつコメントをいただきながら、長いのダメですよ、あの本当に一言二言、ガルから順番にずらーっとこちら、あ、その前に番組の告知です、本日も22時半からチャンネル放送いたします、ぜひとも皆様お付き合いください、約30分後でございます、あります、なんかゲストがいるんですよね、レアなゲストが来ます、お願いします、お、発表しないですか、発表しません、え、気になるわ、その他何かありましたっけ、なし、以上です、では2月1ヶ月間どうでしたか、ガルから順番に一言ずつどうぞ、負けたり負けて悔しいです、本当に悔しいです。ただ、後でお尻でちゃんと愛を伝えます。はい、ありがとうございました。ハラミンさん。はい、ガルシの足を引っ張ってしまいすみませんでした。来月も頑張ります。ありがとうございました。そんなことないよ。そんなことないよ。
登竜門チームは進さんにも翼さんにもコメントいただきたいなと思うんですけれども順番をお任せします。どうぞ。はい、じゃあ俺くん、はい、3月も相変わらず勝ちたいと思います。よろしくお願いします。3月もまた勝って優勝できるように頑張ります。3月も楽しんでパズルしたいと思います。1位になったんですけど、よくよく考えるとなんかコラ画像に使われなんかあまり良い気分ではないしなんか勝手に使われてるし、なんかどういうことなんでしょうか。自分から提案してたよ。確かに最初の方自分から提案してた。自分から提案してたもん。最初の方3月も勝ちます。ランカー、はい、順番に、そうですね、一応まあ最初1回1月勝って2月負けてなんで、まあ、V 字回復ということで3月は勝ちたいと思います。よろしくお願いします。今月はやっぱりパズドラの中でもね、いろいろ変化があった中で、まあルールにも慣れ、後半はね、それなりにいい戦いができたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。チーム主人公リオナル、来月はどっかでジャイアントキリングを起こしたいと思います。頑張ります。本当に頑張るよ。頑張るからね。最後に私の挨拶で締めたいと思います。前半は主人公っぽいこともあったと思うんですが、後半はボロボロだったので大変申し訳ございませんでした。来年こそは主人公としてこの番組の頂点に、来年来年3月こそはこの番組で優勝したいと思いますので、皆様引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。そんなわけで本日のプログラム全て終了。来月は3月になりルールも一新いたします。引き続き皆様よろしくお願いします。さよならですか。終わりですか。終わりです。終わりだ。全然字が読めなかったんですけど、これは何ですか。じゃあ言いながらもう一回やりますか。言いながら。俺のやつ結構疲れるんだよな。いきます。はい。あいむS O英語で。R 二つ目ですね。その R 大文字。あ、大文字なんですね、ガルシね。大文字ですね。ただお前 R の小文字わかんないだろ。いや、Y は今小文字だったんだけどな。 Y I'm sorry。 はいはいって。じゃあ、二人で。じゃあ、二人で。